はい、ハノイリビングの田口です。今私は新しくね、包帯の太古の東岸エリアに今建築中、今年の9月、竣工オープンのオークウッドレジデンスですね、フレーザーのからすぐ近く、はい、ここに来てます。まだね、作ってる最中なんですけど、今このメインエンテナンスを撮ってます。はい、まあ、部屋はまだね完成しませんけども、すごく綺麗ですね、今見てきましたが。はい、じゃあこれからだいたい感じをね掴んでいただくのに、屋上のペントハウスとかプールとかね、その辺の、はい、様子をちょっと、まだできてませんけども、こんな感じですよというものを今からカメラに収めてみますね。新しく今サービスアパートを建ててるんですけどもね、このペントハウス、一番広い屋上のペントハウスのから見える景色ですね。はい、全部で800平米あります。800平米のパノラマの景色ですね。すごいですね、圧巻ですね。はい、16階か、一番最上階がそうなんですけど、はい、そこのペントハウスから見える景色ですね。すごいですね。はい、もうアンバサダーの方が、もう契約をしたいとおっしゃってるそうです。はい、まあ目の保養に取っておきます。はい、ここがプールのフロアですね。プール、はい、フィットネスジムとかサウナとかがある、まだまだこれから今作ってる最中ですけど、はい、プールの長さがこんな感じで、上はガラスの扉で電動式でパンパシフィックみたいに開閉できるんですよね。でここがもうガラスで全部仕切りますので、今まだむき出しですけど、はい、一番最上階の近いところに、プール、フィットネス、サウナを持ってくるという計画ですね。はい、上から見たエレガントスイートの景色と、その前にある、はい、VIP の、家ですよね、赤レンガの家並み、はい、この景色はすごいですね、圧巻ですね。はい、プールのフロアですね。はい、1階部分に、食堂がありますね。食堂というレストランですね。はい、外注に任せて取る140席か取れる、すごく広い、はい、レストランですね。そこが入り口になって、まだこのできてませんけどもね、相当広いレストランがこの1階部分にぐるりと誕生するという感じですね。はい、出来上がったら相当の席数の取れるレストランになると思います。はい、朝食とかもここで出すんですよね。